します。皆さん、蒲田ジョッキーご存知ですか？買う気ないけど、これ今年のマスクジョッキーということで、当然西川明愛ですと言うんですけども、いかがですか、このお客さん。何の向こう並んでも、ありがたいですね、来てくれて。ですよね、もうそのままでこの C1 のお客さんがまた流れてね、非常にね、毎年で盛り上がるイベントなんですけれども、今回はね、ゼッケンをね、販売していただくということで、一番後ろの方でね、ゼッケンを売りさせていただきますんで、そこでね、ファンの方とね、こうやっていろんな、また家系とかありますんでね、その時にたくさんの方と触れ合っていただきたいと思いますけれども、よろしくお願いします。さあ、そして続きまして、富田暁ジョッキーです。よろしくお願いします。選手、初勝利を挙げられました。おめでとうございます。すごい出発されてますね。嬉しいです。嬉しいですよね、はい、どうですか、もうジョッキーとしてもう、ね、活躍されてもうこの2ヶ月ですか、お願いいたしますけれども。まだまだです。まだまだですか。なんかこの間まで髪の毛生えたらもう一回ツルツルになりましたね。はい、勝手かぶとのをなんちゃらで、なんか締めようが言われへん、はい、もう少し勝手かぶとのを締めようですからね、はい、そういうことで、ね、もう一回丸めて心機一転ということですね、はい、頑張ってください。今日のね、チャリティー販売もね、よろしくお願いいたします。さあ、そして続きましてが岩崎翼ジョッキーです。お願いします。よろしくお願いします。へい、岩崎ジョッキー。あ、いやいや、もう下手くそやな。めちゃくちゃ下手くそですね。誰もやってくれへんし。いや、さ、せーのとかなんか、行きますよとか言えへんからじゃないですか。もう一回行きましょう。岩崎翼ジョッキーです。気持ちいいでしょ。いや、北島康介じゃないんですから。これちなみに岩崎ジョッキーは、昨日もね、大穴を開けるということでね、本当にね、アナトーとしてもかなりね、活躍されておりますけれども、チャリティーゼッケンの方をね、ここにしていただくんですけど、どうですか、このお客さん、王さん。たくさん登っていただいて、ありがたいです。嬉しいですよね。嬉しいです。また向こうの方でね、お客さんとも触れると思いますんで、その時よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、そして最後が赤プラ洋ジョッキーです。よろしくお願いします。今年、新学年でも強兵で勝利を挙げるなど活躍されておりますけれども、いかがですか。はい、はい、もうちょっとください。その京都競馬場なんですが、今日はそうですね、うん、京都では重賞も2つかもしれない。好きな競馬場ですよね。その時を強兵を目の前で見てたぞって方いらっしゃいますか。すごいじゃないですか。それで馬券儲けたぞって方ほとんどいてない。ほとんどいてないじゃないですか。今後はね、買うようにしたいと思いますけども、今日もね、チャリティーゼッケンよろしくお願いいたします。さあ、ということで、こちらのね、4名のジョッキーの方がね、後ろの販売テントの方にね、行っていただきますんで、ゼッケン販売、あ、なるほど、今からやったらちょっとね、並んでも買えない可能性がということがね、ありますけれども、そちらの方ね、ちょっとご了承いただきたいなということでございます。さあ、それではですね、皆さんには販売テントの方にね、移動よろしくお願いいたします。どうぞありがとうございました。また後ほどね、ご登場いただくと思いますけれども、さあ、なおですね、この販売するゼッケンの中にはですね、サンクスホースプロジェクトの案内パンフレットが入っております。ぜひそちらの方もご覧いただきたいと思います。さあ、そしてここでですね、お客様のところにはですね、皆様から、ですね、そうですね、スタッフの方からですね、アンケートの方がね、お配りさせていただいていると思います。ご記入がね、お済みになられたアンケートの回収はステージ後方の特設ブースの方で行っておりますので、今後のね、イベントの参考にさせてもいただきますので、ぜひアンケートのご協力もよろしくお願いいたします。それでは時間まであと少々ございますので、もう少しだけ待ってください。どうもありがとうございました。